とおかゆと最近喧嘩したんだよね。ね、なんで喧嘩すんの、そんなことでってことで喧嘩する。ふめちゃんのせいなんだよ。ね、人のせいにしないでよ。ふめちゃんが萌えの化身だから喧嘩になっちゃったんだよ。おかしいだろう、お前ら二人も萌えの化身だろ、ある意味。いやいやいや、ふめちゃんが姉属性か妹属性かで、気がついたら口論になってて、あれこれ喧嘩してる、もしかしてスバルたちってなったよね。おかしいよ、なんでだよ、なんでスバルかの喧嘩の原因が白髪なんだよ、おかしいだろ。フブちゃんが萌えの化身だから。萌えの化身、おかしいな。そうだよ、二人の姉でも妹でもないんだけど。うわあ、危ない。どうすんのこれ、気を失ったら、その一言で。フブちゃん危なかったよ今。危なかったの、そんなことない。今その正論聞きすぎて、ここで気失ってたらマジでヤバかったよ、フブちゃん。ヤバすぎる、それはまずかった、すまんかった。やばいよマジで、それはすまんかった。え、フブちゃんクソ盗塁動いてるけどさ。まあまあ大丈夫。でもフブちゃんは自分ではどう思うの。でもどの属性にも属してないけども、でもまあ一応キツネですから、まあいろいろバケバカバケさせれることはできるみたいな感じ。やめて、そんなこと言わないで。どっちもあるのでは。スバルの想像のフブちゃんはそんなこと言わない。やばい、ちょっとやばい、ごめんなさい、ごめん。フブキ過激派が来てます、ここに。フブキ過激派来てた、怖すぎ。まあね、でも妹でもぶっちゃけどっちでもいいよ。どっちでもいいの。あ、言っちゃったね。でもいいよ。あ、言っちゃったね、ふぶちゃん。あ、それはまずかったかもしれん。じゃあ、姉ということで。これは失礼。これは失礼。癒し系のしっかり者お姉ちゃんが欲しいんだろうな、きっと、スーニャは。最終的にはやっぱふぶにゃって、声、かわいいよな、で終わった。ふぶちゃん優しかったね。ね。いや、そうなんだよ。ふぶちゃんは。でしょ？ほら、心の怪盗団先輩、今日の配信見て思ったけど、ふぶちゃんはお姉ちゃんだな。いや、そうなんだよ。ふぶちゃんはね、お姉ちゃんなの。おい、聞いてるか、猫またおかゆ。ふぶちゃんはね、お姉ちゃんなんだよ。